はいどうもみなさんこんにちは、ゆすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよぷよ実況やっていきます。やっていこうか。いよいよ今週にスケモンぷよカップ第2回ありますね。実は前回より参加者少ないという。小規模になるかもしれないですね。まだ参加受付してない人もいるんで増える可能性はありますけど。なんか他の大会とかと被っていたりするしな。公式のぷよカップの日程が確定するの遅かったからいろんな大会の日程詳細が出るのが遅れたんですよね。そのせいでうまく調整できなかった。なるほどね。まあ当日まで受付しているので飛び入り参加とかも待ってます。気になった方は概要欄の URL からスケモンぷよカップのディスコードサーバーに入ってみてはどうでしょうかね。ちなみに機種はスイッチで日時は11日の13時とかからだぜ。細かい大会ルールはディスコードのサーバーに入れば書いてあるので、参加迷っていても入ってみることをお勧めします。あ、全消し戦だ。最近何気に全消し戦の勝率がいい。ちょっと前までは苦手だ苦手だ言ってたのにな。いや、苦手といえば苦手なんですけどね。苦手意識があるけど勝率が高いという謎の現象になってますね。今回はこっちが先に全消しを消化していきました。相手はカウンターが組めていないように見えますね。こっちは盤石な受けを作ってこの30個の邪魔を食らっていきます。言うてもお前も微妙な形じゃないか。81でニトリをここで打ちます。これが意外と強いという。意外とかじゃなくて普通に強い。この狭いスペースなら短くてでかい攻撃は対応するの難しいからね。これは相手がお邪魔を掘り切る前に仕留め切りたいところですね。っていうかその前にぷよが噛み合わなくて自滅してしまったな。まあ丈夫の角が良かったっていうのもあるかな。やっぱりあのニトリはかなり強かったよ。今回もお互いに先折り GTR。まあ連鎖技の部分はお互いに違いますけどこの辺は個性ですからね。とりあえず理想的な形には組めたな。中盤とかもやりやすそうだな。左端が少し高さがあるのが地味に嫌ですね。ちぎりが発生しちゃうからね。まあなんとか緑を入れてごまかしました。相手は、なんかにダブくらいの火力は作れそうな盤面な気がする。ってことでそれよりもでかい最速を先に送っていきますか。その読みは当たったみたいだな。相手に一段強振らせることに成功したな。あれは、折り返し部分つなげるの難しそうだな。ってことでさらに3連鎖で相手の場を悪くします。徐々に相手の形が苦しくなってきているね。よし、2段振らせたのでもう一度の連鎖打ちます。そんでこれはネクストに青泥、青緑が来ているので1連鎖だけ伸ばして発火します。2連鎖を1回間に挟むことで掘らせる猶予を与えないっていうことか。我ながらいい試合運びだったと思います。状況に応じてうまくお邪魔を送る量を調整したのいいね。雑談パート来ましたねー。今日のテーマはなんだ？なんでゆっくり実況にしようと思ったのか。なんでゆっくり実況をやったのか。これって意外と話してなかったり。もう雑談パートもかなりあったから何の話題あったか覚えてないよね。言うてもこのシリーズだけでも60回以上やっているからな。他のシリーズとかでやった雑談とかもあるからな。まあ、新しい視聴者さんもいると思うので僕がゆっくり実況を始めた理由を教えます。そもそも僕が YouTube にゲーム実況を投稿し始めたのって高校1年生の時だったんですよね。実はこのチャンネルは2つ目だったんですよね。そうなんですよ。今もまだ残っていると思いますが前は生声実況メインでやっていました。ちょうどマイクラ全盛期の時代ですね。ゲーム実況といえばマイクラってくらいの時だよな。あの時は上位の実況者はほとんどマイクラ勢でしたね。多分、一番時間を費やしたゲームですね。マインクラフトは。そんでそのチャンネルは当時は軌道に乗っていてかなり順調だったんですけど、高校3年生になって受験期に入って長期的な休止期間を挟んだ結果、完全なオワコンになっちゃったんですよね。お前が受験勉強している間に完全にマイクラ自体も勢いが下がったよな。そうなんだよな。その後一年くらい試行錯誤していたんですけど、その状況をなかなか打破できなかったんですよね。そんで突破口となったのがゆっくり実況を始めるということだったんですよね。なんでそのタイミングでゆっくりを始めようと思ったの？生声実況を出していた時にどんな動画が見られるのか、いろいろなチャンネルを分析していたんですけどゆっくりは結構伸びる傾向にあったんですよ。そんで実際に前のチャンネルでゆっくり出してみたんですけど、生声実況で今までやっていたので批判が多かったんですよね。そこで一からゆっくり実況で始めようかって考えになり今のチャンネルができたって感じです。なるほどな。このチャンネルも開設してまだ2年くらいだけど、実況歴で言ったらもう5年くらいあるんだな。まあいろいろやったけど YouTube って難しいわ。受験終わってゆっくり実況始めるまでの迷走していた1年はやばかった。迷走していたってどんなことしていたの？めっちゃYouTuber っぽい実写動画とかやったり、カードゲーム動画、メダルゲーム動画とかもやったりしたな。その動画ってまだあるのか？さすがにその辺の動画はもう削除されてあるけどね。さすがに見れないのね。動画自体は残っているからこの前久々に見てみたんだけど、あまりにもひどい内容でびっくりした。逆にそこまで言われる時になるぞ。まあ世の中に公開するような内容じゃないです。でもずっと生声実況やっていてゆっくり実況初めてのギャップってなかったの？編集自体は好きだったからね。めちゃくちゃめたい話になるけど、ゆっくりが話す内容とかを毎回考えるのは最初は大変だったかな。めたいけどここは突っ込まないでいくぜ。ゆっくり実況100本くらい作ったくらいでやっとコツを掴んできたかな。最初の頃と大幅に編集の雰囲気変わっているわけではないけど、ゆっくり実況を作る向き合い方とか考え方は最初とだいぶ変わったかな。まあこの投稿頻度なら編集能力が身につくのも早いだろうな。まあでもやっと見てくれる人が大幅に増えてきて、垢抜けてきたなとは個人的に思ってる。じゃあこれからゆっくり実況を始める方にアドバイスを。え？
なんかあるかな。強いているなら会話がない無言タイムを作らないとかじゃない。ゆっくり実況を作る際に妥協しちゃうところってそこだと思うからな。そこをきっちりやるかやらないかで視聴者維持率が変わる気がする。確かに初期のぷよぷよ実況動画とか無言タイムちょこちょこあったよな。いかに飽きさせないかって考えた結果無言タイムは良くないという結論になった。まあこれからゆっくり実況始める方はちょっと参考にしてみてください。ゆすけの実況の歴史完結。なんか思ったより語っちゃってすいません。僕のゆっくりを始めたきっかけはそんな感じです。今回は皆さんに求めるコメントないですけど、なんか書いてください。めちゃくちゃ雑でくさ。ってことで次はコメント返しだね。今年やり残したことか。もちろん彼女が隣にいるホワイトクリスマスを作れないことだな。12月24日25日学校。あ、そういえばそれは僕もだな。まだ諦めるのは早い。クリスマスまであと3ヶ月近くあるよ。そもそも彼女を作る機会が全くないですよね。ぷよぷよかテトリス一緒にやってくれる彼女募集しよう。そんなのできたら最高じゃねえかよ。1万人は1ヶ月1000人ペースですね。大丈夫かな。あとぷよテトに早期購入したらぷよクエの星6は未定のシリアルコードもらえるらしいし、この機にぷよクエ始めようかな。まあ最近わかったのは一番いい投稿ペースは1日起きっぽいです。ここ最近は1日起きだからな。だからこのペースであとはチャンネルが軌道に乗るか乗らないかですね。そんでもってぷよクエか。最近ソシャゲやってなかったから僕もやろうかな。ぷよスポ、ぷよクエ、ぷよテト、完全制覇じゃん。ぷよぷよ専門チャンネルになっちゃいそう。っていうかすでになっているんじゃないか。セガの公式大会でないんですか。他に大会とか。大会は出たいんですけど、実際今撮影以外でぷよをやる時間なくて、なんか中途半端に出てもそれは出場する意義がない気がしちゃうんですよね。まあせっかく出るなら調整とかしたいよな。もう少しぷよをやる時間が作れたらいろんな大会に出てみようかなって思います。質問です。ゆすけさんは誰かぷよぷよでコラボしたい人っていますか。まあたくさんいますね。まだコラボは1回しかできていないのでまたやりたいところなんですけど。次のコラボはいつくらいになるんですか。全然目処が立ってないのでわからないですね。あと個人的にやりたいなと思っているのがプロの人と連戦したいとか思ってる。ボロボロに負けそうだな。そもそも相手してくれるかわからないけどね。でも動画化してプロの技術を皆さんに大会とか見ない人たちに見せたいんですよ。やっぱり技術力が別格だからね。今度プロの連戦募集しているところに行ってお願いしようかな。神絵師になるっていう目標をやり残したな。もっと絵描かねば。絵師か。それは応援したい。僕もツイッターとかピッチブとかでいろんな人の絵とか見たりするんですけど、どうやったらこんな綺麗な絵を描けるの？って作品ばっかなんですよね。色の塗り方とかめちゃくちゃ上手い人いるもんな。僕も昔そんな絵を描きたいなとか思っててちょこちょこ描いていたんですけど、長続きしなくてやめちゃいましたよね。やっぱり絵が上手くなるためにはたくさん描くことなのかな。多分上手くなった経験がないからわからないけど、努力あるのみだな。というわけで今回のコメント返しはここまでです。次回もコメントよろしくだぜ。次はラストの試合だね。じゃあラストやっていきますか。やっていきましょう。まあいつもの先折り GTR でこっちは行きますよ。たまに編集で今回は先折り GTR 使いますとか言っているけど、いつもじゃねえかって絶対思っている人いるよな。一回コメントで突っ込まれたのでそこの言い回しは気をつけている。そんで相手は後折りの新 GTR か。おそらく後折りで連鎖を組むタイプなのかもね。まずは2連鎖から入っていくけどこれは対応されるな。意味なく連鎖打つのはあんまり良くないな。これ結構返ってくると思うのでキープよは早い段階で入れておこう。折り返し部分に2段振ったら連鎖が繋がらなくなってしまうからな。こういう局面苦手だな。有利取るためには中盤しないといけないんだけど、このまま本線伸ばして打っちゃいがちだな。って言わんばかりに本線発火ですか。一応緑まで入れたから見た目よりは火力出るとは思うけど、でも意外と相手は伸ばしに苦戦してそうだな。お、もしかしたら勝てるかこれ。一応打ち切った後もセカンド組んだ方がいいな。さあどれだけお邪魔が返ってくるかね。ギリギリ赤玉2個くらい返ってこなかったね。トータルで見たらあんまり内容は良くないがワンチャンをつかめたって感じだな。だから今みたいに本戦は最低限打つのって大事ですよね。相手がミスってくれる可能性もあるからね。勝率上げるって意味では本戦打つこと大事。今回も相手は後折りだな。あの手順強いよな。ダーズミとか GTR にも派生できるんだよね。なんなら昔あの手順でダーズミ組んでいたよね。そうだね。あんまり使いこなせなくてやめちゃったけど、今度また練習してみようかな。相手からの単発で振ったお邪魔があんまり良くないところに振ったな。連鎖に入れられないから一回消そうと思ったらこれ左側崩壊したわ。それを見て相手は見切って打ってきたね。いやどうする、完全に繋げにくくなったけど。お前の連鎖構築力でなんとかしてくれ。これはかなりの難問だ。まあもちろん無理ですよね。知ってた。気を取り直していきましょうか。今回も2戦目と同じツモパターンか。相手は先ほどと同じような手順だけど、あれはもしかして明らかな2連鎖ダブルを構えているな。あれ本当だね。速攻ワンチャン来るかな。いや別の色を置いたから来ないな。一回折り返し使って連結2連打っちゃおう。これ意外と相手にとっては致命傷じゃない。追い打ちしてもいいと見たな。3連鎖1回打って。相手はかなり折り返しきつそうだな。鍵済みチックな形だからね。折り返しは結構隙ができやすいからな。ここまでお邪魔振らせてしまえば後はしっかり甘えて打たなければ勝てる。あれは緑と赤の位置が近すぎてうまく繋げようにも暴発しそう。これでどうかな。十分量でしょ。
よし、やはり判断は正しかった。早めの攻撃が勝因となったな。